山陰放送、株式会社山陰放送、山陰放送、ブロードキャスティングシステムオブ山陰インクは、鳥取県米子市に本社を置き、鳥取県と島根県、山陰地方を放送対象地域とする、ラテ県営の特定地上基幹放し事業者である。略称は BSS で、英文社名もよく、BSS インクと略記される。AM ラジオ、中波放送は JRN と NRN に所属しているクロスネット局で、それとは別に歌謡界にも加盟。コールサインは、親局上府、米子 900kHz、5kW のほか3通り。テレビは JNN に所属しているシングルネット局で、その例に漏れず、山陰両県の G ガイドホスト局。コールサインは、ジョフ DTV、松江 45CH。1kW。この経緯は後日、リモコンキー ID は、キー局の TBS テレビと同じ、6。テレビでは、山陰地方に系列局がないテレビ朝日系列や、テレビ、東京系列の番組も一部放送されている。直接受信できる地域は、テレビラジオともに、鳥取県、島根県の大部分、及び、兵庫県、山口県、岡山県、広島県の各一部。AM ラジオに限っては、石川県でも聞ける地域がある。筆頭株主が長らく朝日新聞社と毎日新聞社であったため、ラジオでは朝日新聞ニュースと毎日新聞ニュースが交互に放送されていた。また、大阪支社、及びかつての広島支社は、朝日新聞社系列のビルに入居しており、TBS 毎日系列と、朝日系列双方と関係が深いと言える。現在ラジオ放送は5時を起点とした24時間放送で日曜日、土曜深夜3時 -5:00 と月曜日、日曜深夜0時 -5:00 は放送を休止している。2005年4月3日から2013年3月31日までは4時からだったが、あなたへモーニングコールの終了に伴い、同4月7日から日曜日の朝の放送開始が5時に繰り下げられた。月曜日の放送は2001年10月6日から2015年3月30日までは4時からだったが、ラジオパープルの終了に伴い、同4月6日からの月曜日の朝の放送開始が5時に繰り下げられた。1980年代からI Love Sign BSS のキャッチコピーが使われているが、2004年、平成16年に開局50周年を迎え、新たにスイッチ BSS のキャッチコピーが登場。また、それに伴いイメージキャラクター、ラッテちゃんも登場した。なお、近年はラジオ用のキャッチコピーも用意されており、2008年、平成20年以降は、つながろ BSS ラジオが使われている。企業、団体は当時の名称、出店。前身である、株式会社ラジオ山陰、ラジオ山陰、略称、RSB、ラジオ山陰ブロードキャスティング CO、LTD は、戦前から無線を専攻し、戦後、堺海上保安部通信所長をしていた、野坂一郎と、無線技師で、弟の昇さん、前米子市長、野坂康夫の父が、1950年、昭和25年4月の放送法、電波法の改正を受けて、それまで検討中だったラジオ局開局を本格的に決心したことに始まる。二人の父、すなわち、安尾の祖父で、戦前から米子市会議員を務めるなど地元の有力者であった、野坂康久は二人の構想に賛同し、三人で設立申請書を作成、地元財界への働きかけを行い、安久の良き理解者であった米子信用金庫、青戸喜三郎理事長、当時の協力で、坂口平米、二代をはじめ田辺長右衛門、23代、米原正蔵ら各氏が、発起人に参加、三好秀幸が代表となって1952年、昭和27年12月に申請書を提出。翌1953年、昭和28年9月に、予備免許が下りた。安尾の回想にもあるように、開局当時の社屋は、米子市東倉吉町のパチンコ店の2階にあった。入り口もパチンコ店との共用で、社員や出演者は営業中のパチンコ台の間を抜けていく必要があった。スタジオはパチンコの騒音を防ぐための防音工事に苦慮したという。このため、開局当時はパチンコ放送局と呼ばれていた。また、送信所も電電公社、後の NTT、両県では現在の NTT 西日本の施設を間借りしていた。その後、1959年、昭和34年12月15日にテレビ放送を始め、1961年、昭和36年6月1日に社名を株式会社山陰放送、略称 BSS、ブロードキャスティングシステムオブ山陰インクに改める。2011年、平成23年7月24日、停波時点。放送時間のないものは過去にネットしていた主な番組。インは番組自体は継続中、太字はスポンサードネット、祭字は番組販売。民間放送教育協会番組、特記がないものはテレビ朝日制作。放送時間のないものは過去にネットしていた主な番組。インは番組自体は継続中、太字はスポンサードネット、祭字は番組販売。特記がないものはテレビ朝日制作。日本海テレビから以降、一本化された番組は後述。いずれも1989年10月に実施。は、日本海テレビでは、同時ネットで放送され、山陰放送へ移行後は遅れネット化された番組。2002 FIFA ワールドカップ以降、BSS テレビでは、キー局である TBS からの中継に加え、日本代表戦を中心に、テレビ朝日からの中継も一部放送している。JNN 系列局で唯一山陰放送が、テレビ朝日からの FIFA ワールドカップ制中継を同時ネットしているのは、日本海テレビが NNS マストバイ局であり、他系列のスポンサードネット番組の放送が制限されていることによる措置。この年は、山陰放送のほか、同じ JNN 系列局の青森テレビやテレビ、山口でも、フジテレビからの中継において、ほぼ同様の措置が取られている。山陰に縁のある人物については特記する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。